はい。おはようございます。いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。昨日ですね、離婚届けにを見ました。あの、TBS のまもしものではないんですけれども、なんかね、やっぱりこのご時世をね、一番ね、伝えてるのはね、 あの、TBS さんなんじゃないかなって、私はいつも思っちゃうんですけど、やっぱりこう、お金ね、お金目当てのね、結婚っていうのをね、やっぱりこう、どんどん押してる感じがしてました。うん。で、まぁ、あ、ちょっとね、いろいろ最近思うことがあって、 まあこれからね、第1弾が完了してしまったんですけれども、第2弾、第3弾ってならないとね、いいように思っています。私個人としてはね、あの、まあね、差別は良くないと思うんですけど、やっぱりこう、日本を守りたいっていうつもりが強いですね。そういうふうな感じです。で、えー、TBS さんですけど、 私を話さないでっていうあのドラマが昔三浦春馬さんがやってて潤主役みたいな感じですかね。で、えー、こちらのドラマ見てたんですちょっとす,すごく怖くてどうし見ながらどうしようかななんて思ってたんですけど結局まあ最後まで見たんですが、うん、本当にこうなんていうかなそ,その当時 こんなことってあるのかななんて思ったんですけど、でも実際に今おみ考えてみるとやっぱりそのそういうふうなことが起こる起こっちゃう時代が来るよみたいなあのまあ教えてくれてるようなドラマだったのかなって思ってます。やっぱりこう三浦春馬さんは恋愛ものとかあのラストシンデレラも大好きなんですけど、私もずっとラストシンデレラも見てるし。 で思ったんですけどやっぱりこう彼はこう生と死っていうあのそのねえー、と生,生命についてっていう生命の尊厳についてっていうことをすごく題材に置いた作品が多くて彼の伝えたかったっていうことは命の尊さとかそういうふうなことではないかなそしてこう。 ね、人の生き方っていうかそういうふうなことを伝えたかったんじゃないかなって思っています。ね。一つの命にはお金があるからお金がないからとかねあの子供がたくさんいてとか子供がたくさんいなくてなかなか、ね、できなくてやっとできた子供とかそういうのではなく、まあ、本当に一人で一人の命っていうのはあの本当に同じだっていうことですよね。 たくさん、ね、10人も20人もいる,いるような、ね、人よりと、まあ、1人たった1人お金持ちのうちに生まれたたった1人の子供ね貧乏の上に生まれたたくさんの子供の中の1人とかではなくてどの命も平等だっていうことを伝えたかったんではないかなって思ってます。まあ、こんんなな時代が、ね、来ると思ってなかってかたんですけど、うんあのー、今ネトラバラバンギ でえー、現在になってますあのー、だいぶね上がってきたんですけど、えー、11月28日までかなあのー、応募できますので是非ともご協力お願いします。あ11月30日までだったかなごめんなさいちょっと認知症かなと思うんですけどよろしくお願いします。